矢田でございます。皆さん、今からお話しする動画はですね、前回の続きでございます。森田先生がタワシさんに自由英作文の添削指導をすると。でそこでタワシさんが出したケアレスミス、それを次にですね、つなげよう、また同じ間違いを繰り返さないようですね、どういうところに気をつければいいのか、もしくはどういう情報を覚えればいいのか、それを分かりやすくまとめていきたいと思います。でなるべく応用が効くようにですね、アレンジを結構加えておりますので、リラックスしながらご覧ください。それでは5番目いってみたいと思います。皆さん、現在形で表記する場合ですね、一体いつのことを表すことができたのか。まあ、現在形と書いておりますので、現在のことを表すのは問題ないんですが、過去や未来の内容、つまりいつでも当てはまるときに現在形を使うんでしたね。で、これは頭の中で分かっててもですね、こと英作文になるとどうしてもこれがポンと抜けてですね、本当は現在、過去、未来、いつでも当てはまらないのに現在形で書いてしまうと。で、そういう方非常に多いんですね。で、皆さんちょっと例ご覧くださいね。皆さん、これ選択肢2つございますが、どっちで書くのが正しいと思いますか？皆さん、これ日本語で訳していただけるとすぐわかるかと思いますが、ビタミン A 不足はですね、我々の目、まあ、つまり視力に影響を及ぼすんですね。で、確かにちょっと皆さん考えていただけますと、ビタミン A 不足が我々の目に影響を与えるのは、昔の人にも当てはまったと思いますよ。そして、現在生きている我々にも当てはまりそうですよね。そして、これから生まれてくる方たちにもおそらく当てはまるはずでございます。ですから、アフェクツが正しいということになりますね。皆さん、このままね、現在完了を使ってしまうと、未来の話ではないよ。未来の人はちょっとなしねっていう感じになってしまいます。ですから皆さん、英作文のケアレスミスで、こう、ダントツに多いんじゃないかなと、そういうふうに感じるものがこれでございますので、改めて再確認ということでよろしくお願いいたします。そして、現在形はですね、こういうふうに呼んでいる方がいらっしゃるはずです。そうです。現在時世普通形とか、現在時世単純形。まあ、こういう用語もあるんですね。ただ、これは皆さんの好き嫌いで判断していただいて OK です。で、皆さん、アフェクトできましたので、ちょうどいい機会だなと思って、皆さん、2つの影響。アフェクトとインフルエンス。これ皆さん、英作文で違いが聞かれそうですよね。まあ、使い分けはどうするんだというふうに、まあ、疑問に思っている方はいらっしゃるかと思います。で、皆さん、アフェクトの例文はこちらでいいんですが、皆さん、インフルエンスの例文はこの下に書いてみました。これ皆さん、一番先のところ、バン・ゴッホですからね。で、バン・ゴッホは日本の芸術ですよね。それに影響を受けました。で、ここでインフルエンス使われておりますが、アフェクトじゃダメなのか。まあ、この違いを考えるとですね、やっぱりインフルエンスの方がよろしいかと思います。じゃあ何が違うんですかということですが、アフェクトは直接的に影響を及ぼす場合、一方インフルエンスは間接的に影響が及ぶ場合です。で、皆さんこちらの例文ご覧くださいね。ビタミン A 不足は我々の視力、我々の目に影響を及ぼします。確かに皆さん、体の中にビタミン A がなくなってくるとですね、もう視力にバーンですよね。まあ、ちょっと最近視力が悪くなりましてみたいな感じですよね。ですから体の中にあるものが直接影響を及ぼす、それがアフェクトでございます。で、一方インフルエンスは間接的。皆さん、この例文のイメージ湧きますよね。まあ、私がバン・ゴッホだとしてですね、こう、日本人のこう、書いたこう、芸術を見てるんですね。で、さすが。で、そういう感じで次の作品に取り掛かるんでしょうね。で、そういう違いでいいんですが、問題はこれをどうやって頭の中に定着させるのか。これ皆さん、試験中、ポーンと知識が飛んじゃう。まあ、ド忘れする可能性もありますので、その時にまあ、なんとか思い出せるようにですね、ちょっと皆さん、理屈。まあ、今日で言うと、まあ、イメージですね。で、このイメージを持っていただきますと、忘れた時にも引っ張り出せるかなって感じがいたします。わかりやすいのは名詞じゃないかなと思うんですが、皆さん、アフェクトの名詞は何ですか？そうです。アフェクションですよね。皆さん、意味は愛情ですよね。じゃあ、それは誰からの？そうです。皆さんの保護者ですよね。そうです。皆さんは保護者からの愛情を直接受けて生きてこられましたよね。特に幼かった時はそうですよね。ですから、保護者からの愛情。それは直接受けるものですので、そういうイメージを持っていただきますと、アフェクトが直接。で、そっちが分かってたら、それと正反対のインフルエンスは間接。対比を意識して考えていただきますと、定着させるのはそんなに難しくないかと思います。ですので、このあたりも次につながる情報でございますので、定着させるために画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。では、次の画面に書き換えますね。さあ、皆さん、ラストでございます。で、前回の動画でですね、dissuade というお話をさせていただきました。で、それのつながりで皆さん、persuade。もちろん説得するという意味でいいんですが、これに関してどうしてもお伝えしたいことがございます。さあ、皆さん、早速、カッコ4番ご覧くださいね。例文でございます。私はキムを説得してタバコをやめさせてみたのだが、実際にはやめなかった。
で、皆さんこれ実際にはやめなかった目標にすでに書いておりますので、この前半部分ですね。まあ、これを英作文するとしたらどんな感じになるのか、10秒間で考えていただけますとよろしいかと思います。では、お願いいたします。まあ、皆さん確かに persuade、説得するという意味で今からお話をしようとしておりますので、皆さんこの説得ですよね。persuade 使っていただいたかと思います。まあ、こんな感じですよね。I persuaded him。まあ、もちろん説得するわけですから、誰に対して説得するのか。当然、後ろには人が来ますよね。例えばその右側でございますが、タバコをやめさせるんですよね。で、当然これからやめさせようとしているわけですから、未来のお話。ですから、to 不定詞を使うのも皆さん納得がいいかと思います。だいたいタバコでございますが、喫煙ですので、まあ、stop smoking。まあ、こんな感じで皆さん書けそうですね。で、皆さんこういう感じからちょっと皆さん一番上見てくださいね。皆さん、persuade の後ろの形と言われたら、これですよね。人を説得するわけですから、目的語には人間。そしてその後ろは to 不定詞。で、皆さん、カッコさんは意味のところをご覧くださいね。目的語を説得させて、うんたらかんたらする。で、おそらく皆さんご存知なのは、このカッコ1番の後ろの形と、そしてこのカッコ3番の意味ですね。で、おそらくこの2点は知ってますよ、という方は多いかと思います。ですから、persuaded。まあ、これを書いてみよう。まあ、これで別にいいんじゃないか。というふうに試験当日、もしこういう感じが出たら、皆さん書いてですね、はい、終わり、当たってますよね、っていうふうに感じるかと思います。ですが、このままほったらかすと、おそらく試験本番では罰が来ますよね。というと、なんでですかというような声が来そうでございます。で、皆さん、実はポイントはこちらでございます。実際にはやめなかったという意味内容ですね。ということで皆さん、これ、タバコをやめさせるより説得、一応やってみたんですが、失敗に終わってるんですよね。まあ、つまり説得できなかった。で、その説得できなかった状態で、persuade。これは実は使えないんですね。ですから本当はこの目的語を説得してうんたらかんたらさせるみたいなそういう訳し方ですね。で、それは、まあ、言っちゃいいんですけども、それで止まってるとですね、これがやっぱ正しく見えてしまいます。ですから、本音を言わせていただけるとですね、やっぱりここを足した方が安全なんですね。そうです。説得してうまくいったというところまで押さえておくと OK です。ですから、うまくいった状況であれば、persuade は使えるんですが、皆さん、後半こんな感じですよね。あら、うまくいかなかったわ。という時には、persuade をそのまんま使うわけにはいかないんですね。じゃあ、どうしたらいいんですかということですが、正しくはこちらでございます。try to persuade。そうです。これなら皆さん、説得しようと頑張ってみたんですが、点点点ということで、文脈バッチリ。ですから、うまくいく場合は、persuade。これをそのまんま使っていいんですが、うまくいかなかったという場合には、try to, 点点点 but, これがおすすめでございます。ですから皆さんはこのあたりで止まっちゃってる方非常に多いかと思いますが、このプラスアルファ、ここですね。ここをぜひ押さえていただけるとよろしいかと思います。ただ、この persuade にですね、なぜうまくいくという意味、ニュアンスがあるのか。このまま皆さん動画を終わってしまってですね、皆さん覚えてくださいって言うとですね、おー、覚えるか、丸暗記だな、っていうような意見が出そうでございますので、ちょっと皆さんヒントをお伝えいたしますね。皆さん、これ実はですね、丸暗記防げるんですね。ちゃんと皆さん、persuade。皆さん、綴りよく見てくださいね。うまくいくというニュアンスが隠れてますよ。皆さん、綴りの左側。うまくいく。プラスの価値観を持つ単語が隠れてますよね。皆さん、出だしの per。で、皆さん、完全なという意味の単語が隠れてますよね。そうです。perfect が隠れてるんですよね。完全。ですから、目的語を説得して、完全な状態になりました。ああ、よかったですね。というふうにイメージしていただきますと、その説得はうまくいった。ですから、persuade の per は、perfect の per。こういうふうにイメージしていただきますと、persuade うまくいく。このニュアンスを定着させるのは難しないかと思います。ということで、より一層定着させるために、画面を書き換えますね。さあ皆さん、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸6番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただきますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。